ぱりこうお客さんとも料理以外でも会話してね、そのお客さんを知ればもっとこう料理の中にプラスアルファがつけれると思うので、普通のミンチよりかはわざと大粒にしてもらって、普通のミンチ食べると食べ応えがないんで食感がやっぱ弱く感じるんで、いつも使ってるのはまあ豚肉と鶏のもも肉ですね、それと親鶏と3種類をいつも炒めて、どうしても四川料理の代表的な一品になるので、山椒を使ったり、豆板醤も違う豆板醤を作ったりしてます。なるべくは熱々の状態で出したいので、全部一緒に鍋でスープを味をつけて仕上げています。極力好みを聞いて、辛めの苦手な方には少し抑えて、辛いの好きな方には辛めを強くして、喜んでもらえたらいいなとは思います。